淀川の上北ワンドワンドは川の本流と繋がっているが河川構造物などに囲まれて池のようになっている地形のことである。巨類などの水生生物に安定した住み所を与えるとともに様々な植生が繁殖する場ともなっている。近年では河川にビオトープを形成する手段として人工的に作られるケースが増えている。ワンドは 淀川の改修工事によって生まれたものであり、もともと局地的な用語であった。明治期に行われた淀川の改修工事では、蒸気船が底をしやすいように、あえて水路を曲折させて、流れを緩める工事が行われた。水路が曲がった部分は、水圧の影響を受けやすいので、岸から川に向かって垂直に水性と呼ばれる河川、構造物を設置した。 やがてこの水星に囲まれたところに土砂が溜まり、その上に水際を好む植生が繁茂し、現在のワンドの元の形が作られた。ワンドは水流が穏やかなので、淡水魚の生息に適しており、水生植物が繁茂するところは、魚の産卵や稚魚が暮らす絶好の場所となっている。水の流れや深さなどが微妙に異なるため、それぞれのワンドは独自の生態系を形成している。 淀川のワンドが天然記念物の希少シュイタセンパラの生息地として注目されるようになると河川に生物多様性をもたらす要素の一つとして河川回収に合わせてワンドを整備するケースが増えている。ワンドの語源は諸説あるが日本の漢字では一般的にワンドころが当てられている。ありがとうございます。